脊髄神経、脊髄神経とは、末梢神経のうち、脊髄から分かれて出るものを指す。末梢神経は、脊髄神経と脳神経に分かれる。しかし、脳神経は、瞑想神経を除いて頭頸部にしか分布しないため、死死、体幹を支配する神経はほぼすべて、脊髄神経である。競技には、脊柱管より出てくる前根と高根が合わさるところから、前枝と、 後枝に分かれるまでの部分を指す。脊髄神経は、脊椎の椎間孔ごとに一体ずつ出ている。頸椎の間から出るものを頸神経、胸椎の間から出るものを胸神経、腰椎の間から出るものを腰神経、仙骨の仙骨孔から出るものを仙骨神経、第 1bc と第 2bc の間から出るものを尾骨神経と呼ぶ。これらは、 上から順に番号をつけた略号で C1C8、C 1, C 8, スイッチス12、L1L5、S1S5 と呼ばれる。後頭骨と第1頸椎の間から C1、1, 第7頸椎と第1胸椎の間から C8 が出て、以下、第1胸椎と第2胸椎の間からスイッチ、第1腰椎と第2腰椎の間から L1、1, 第1前仙骨甲、5仙骨甲から S1 が出る。 なお、これらの略称は、神経ではなく骨に対しても使われることがある。この項ではもっぱら脊髄神経に対してのみ使う。脊髄神経は、脊髄から分かれた後、脊柱管の中でいくらか、下に走ってから追間項を抜ける。これはより低い位置の脊髄神経について顕著であり、C8 が第7頸椎あたりの高さから起こる一方、すべての骨神経は、 第十二胸椎から第一腰椎あたりの高さから起こる。このため脊髄の本管は第二腰椎あたりの高さで終わるのに、脊柱管の中ではその下にも長く脊髄神経の根が束になって走る。この部分を押すという。脊髄神経の根は、脊髄前面の前、外側溝から出る前根と、脊髄後面の後、外側溝から出る後根の二つである。 前根は主に骨格筋を支配する運動繊維。後根は主に皮膚などの近くを伝える感覚繊維を入れているので、後根は後外側に入るといった方が正確とも言える。前根と後根は合わさって、脊柱管を出るが、後根は合流する。少し根元で、後根神経節と呼ばれる膨らみを作っている。脊髄神経節には、神経節細胞と呼ばれる。 神経細胞の細胞体が入っている。神経節細胞は近くの一時繊維である。すなわち、神経節細胞から伸びた繊維が、皮膚や筋防水で近くの受容器を作り、受容した刺激の信号をシナプスを介することなく、脊髄神経節まで送る。神経節細胞は、脊髄の中にある細胞とシナプスを作って、近く伝動路をなす。 前根と後根が合流した先で、脊髄神経は、細い鉱膜枝と交通枝を出した後、体の前面に向かう前枝と後面に向かう後枝に分かれる。鉱膜枝は鉱膜の近くを伝え、交通枝は交換神経幹の神経節に入る。一部の前枝は神経層を作って異なる高さからの繊維を交換し、様々な 高さからの繊維を含んだ神経になって抹消へ向かう。この方の神経層は人体に4箇所あり、C1C4 の前枝は軽神経層、c 5 c 1の前枝は腕神経層、L1L4 の前枝は腰神経層、L4S3 の前枝は仙骨神経層を作る。軽神経層と腕神経層は鎖骨付近で一部の根を共有していて関係が、 深いので、まとめて、軽腕神経層とも呼ばれる。腰神経層と仙骨神経層は一部の根を共有していて関係が深いので、まとめて腰仙骨神経層とも呼ばれる。神経層に関わらない脊髄神経は、概ね一様な分布を示す。後枝は固有背筋の運動と背部の皮膚近くを支配する。前枝は、肋間神経として、肋骨の間を走り、 体壁の筋肉と皮膚近くを支配する。前枝の支配域は背部まで及んでおり、後枝の支配域よりもかなり広い。C1 は痕跡的である。各々の脊髄神経が支配する皮膚領域をデルマトームと呼ぶ。脊髄の障害、特にブラウンセカール症候群は障害された部分より下に由来する脊髄神経に麻痺を起こす。このような障害は、 デルマトームに沿って現れる。体調方針はデルマトームに沿って現れる。ありがとうございます。